マインドセットって分かります？もちろん分かりますよ。ほう、簡潔に答えると、うん、マインドをセットするってやつですよね。いや、ごめん、そのままそのままマインドセットは、はい、経験とか教育とか先入観などから形成される思考様式、心理状態、暗黙の了解事項、思い込み、価値観、信念などのことを言うんですね。そんなことってサトピーある？あー、わかります、ありますよ。そう、例えばあの長野県は涼しいと思い込んで夏に来たら意外と暑かったとか、うん、なるほどなるほど。あー、そうかそうか。他は？あとあの長野県は海がないからみんな金槌だと思い込んでるとかですよね、うん、そんな思い込みがあるとね、はい、なんかサトピー長野にこだわりすぎてるけど、このマインドセットはできるはずのこともできないようになってしまっているからもったいないっていうねものですよ。あ、だから要するに、うんうん、自分で限界を作ってしまっているってことですよね、うん、あのイギリス人の陸上選手ロジャー・バニスターって知ってます？はいはい、ビートルズのことですよねごめんごめん、あの質問聞いてる？はい、イギリス人というイギリス出身というところでしか共通点ないからねこのバニスター選手は1600メーターの陸上選手だったんですよ、はい、で当時1600メーター、まあ、すなわち1マイルでね、4分を切るということは誰もできなかったんですよ。あ、まあ、サトピーも未だにやっぱ1600メートルで6分切れてない状態ですから分かりますね、うんうん、そう、未だに走ってんの全然1600それはそれですごいけどな、中距離しんどいからねほんまに。でこのバニスター選手は、1954年人類で初めて1600メーターで4分切ったんですよ。お、するとどういうことが起こったかというと、その後たった1年で23人もの選手が4分を切ったんです。人は能力だけではなくていかにマインドセットに支配されているのかということで、語り継がれている有名なストーリーなんですね。へ、マインドセットってすごいですね、うん、思い込みの力か。あのいろんなこともマインドを変えるだけでもっと可能性が広がるのかなって今聞いて思った。そうなんですよ、ゴスペルのベースであるバイブルには神によって不可能なことはないと書かれてるんですね。うん、いかに人間が限界を作ってしまうかということを表していることですよね。サトピー、今度は6分切れると自分に言い聞かせて、はいはい、レッドブル3本飲んで頑張りますね飲みすぎやけどなそれ一度あなたの常識をリセットして新しい可能性を見出してみませんか。そのヒントがバイブル、ゴスペルにありますよ。